はい、いつも通りの会談ですね。再びゆっくり一日子供と一緒に過ごしてました。で、夜です。これですね、実は今回アフォンカグが言ってよかったやつ。これブリーパワーブリーズは、正直あんまり関係なかったですね。しっかりと順応できていれば6000、7000でもいけるのかなと思いました。まあ、まだわかんないですけど、とにかくそれよりも良かったのが、今回倉岡さんにいただいたブリーズライト。これですね、鼻のところを広げて呼吸を楽にするんですけど、鼻がよく詰まっても本当高所だとちょっと息が吸えるだけでもだいぶ違うんで、ここにこうつけるんですよね。ここにこうやって、あのビデオでこうやってついてたと思うんですけどね。するとすごく呼吸が楽になる。これあのいびき対策みたいなんですけど、本来いびきを軽減します。でもそれよりもこれをやるだけで本当起きてる時からすごい良くなったんで、ブリーズライトは鼻が詰まっている人で高所に、行く人を行こうと思っている人にはおすすめ。パワーブリーズはまあなんかわかんないですね。あってもなくてもって感じですかね。あともう一つ、ブリーズライトをやった後にこのアロマオイル、ユーカリでもローズでも、もうここにつけるとすごくいいです。これをこういう感じですると鼻の通りが良くなるんで、これも倉岡さんに勧めてもらいました。はい、また今日も階段やります。あと1点、この時計、これは充電が全然なくなるんで、あの回数この時計ね、心拍とかいろいろ測れるんですけど、充電がなくなるんで、まあこれは山にはあんまり良くないかもしれないですね。まあトレーニングの時だけかな。ファビットってんだっけな、うん、です。はい、また今度の山は、まあ、まだ半年ぐらい後なんで、多分それで 8000m まだですね。でもまあこういうものをどんどんと揃えていこうと思います。はい、では。